ユーナが来たら出発だ。ドナは出発した。イサールも出発した。新入りは今のうちに旅の準備を整えておけ。ユーナが来たら出発だ。夜明けまでずっと働き詰めだったんですよ。怪我人の手当てや遺骸送りや。そっか。それじゃあもう少し眠らせてやってください。ああ。おはよう。あれ？朝？大丈夫だよ。でも朝なんでしょ？支度してくるからちょっとだけ待ってて。もうそんなに焦んなくたっていいって。よう、寝坊すっけ。ごめんなさい。すみません。そんなに急がなくていいのに。ほら寝癖。寝癖の召喚師なんてみんながっかりだぞ。起こしてくれればいいのに。声はかけたよ。でも口開けて眠ってたしね。もう今日はなんだかみんな意地悪っすね。あ、アロン様で。さて、召喚師様の寝癖が取れたら出発だ。あんなに笑ったのは久しぶりだった。でも今は分かってるんだ。俺以外は本気で笑ってなかったんだよな。ああして笑わないとやってられなかったんだろう。お早い出発ですね。ユーナ様は昨晩あれほど遅くまで働かれていたのに大丈夫ですか？お気遣いありがとうございます。でも十分休みましたから。あなた方も出発ですか？はあ、原稿川を渡って北上します。新たなチョコボを探すつもりです。チョコボが見つかったら騎兵隊を再建します。あ、一人足りないんじゃない？隊長、待ってください。何してんの、置いてくよ。だってチョコボについてくなんて無理。ではユーナ様、ご幸運を。エルマ。はい。ちょっと休ませて。甘ったれない。
次どこだっけ。原稿川を渡るの。うえす、原稿川へ向けて出発。またかよ。これも修行のうちよ。ぐいぐい攻めようぜ。決まりの仲間だ。よく似ている。どこが。どちらも召喚士を追いかける。角なしの小さいやつ。角なし、角なし。決まりをあざけりに来たか。違う、小さな決まりに忠告に来た。召喚士が消え、帰らない。次は決まりの召喚士の番だ。哀れな決まり、角をなくし召喚士もなくす。惨めな決まり、一人で泣き叫べ。あいつらさ、決まりに恨みでもあんのか。じゃあただの嫌がらせ。いつかケリをつける。いつでも手伝うからな。ひまり一人で。ひまりの問題だ。俺たちは黙って見てるのが礼儀ってもんだ。気になるわね。ロンゾ族の問題はロンゾが解決する。昔からのしきたりだろ。そうじゃなくて、召喚士が消えるって。突然消えるわけでもあるまい。ま、ガードがしっかりしてれば大丈夫ってことだ。お言うわね。
サクサク行こうぜ。静かなる癒しを。
戦いの日々っすか？また会ったな。二変セッションに加わっていたそうだな。機械の無力理解できたか？やはり真を倒せるのは召喚士しかいない。そうですね、もっと修行しないと。お前が望むなら修行に手を貸そう。召喚獣の実践訓練だ。どうだ、私と戦ってみるか？お願いします。そう来なくてはな。では始める前に、お前の召喚獣は癒しておいた。さあ始めようか。召喚獣を呼ぶがいい。十分だ。
大したものだ。圧倒されたよ。私からの祝福だ。受け取ってくれ。時が楽しみだ。ではな、ユーナ。
これが原稿画よ。原稿画っていうの。夜になるとたくさんの原稿虫が集まるんだって。川中が光ってまるで星の海。あ、そうだ。夜までなど待たんぞ。じゃあ、神を倒したらゆっくり見に来よう。急がないとシパーフが前になっちまうぞ。シパーフ？船のことか？ん？ふふん。ええ。わあ！こいつがシパーフだ。わあ！乗りたい！これ乗りたいぞ！よし！準備ができたら乗るぞ！10年前に。あ、昔話。ジェクトもここで初めてシパーフを見た。驚いたジェクトはいきなりシパーフに切りかかってな。なんで酔っていた。魔物だと思ったらしい。はあ、しょうがねえな。俺たちの有り金を全部出して詫びを入れた。そしてジェクトはそれ以来酒をやめた。あの時のシパーフは今も現役のようだ。
しぶりだな。あ、乗ったことあるんだ。うん、一回だけ。10年前、キマリと一緒にね。覚えてる？シュパーフが揺れて、ユーナが川に落ちた。シュパーフは長い鼻でユーナを助けた。ユーナは喜んで3回わざと川に飛び込む。ああ、キマリは心配した。ごめん。ユーナは楽しそうだった。だからいい。ピラは10年経っても何も変わっていない。もっともここは変わることを拒否している世界。そう簡単には変わらんだろうな。ダメダメね、無理っぽいかもよ。そこをなんとかお願いしたい。ダメなものはダメなのね。どうしたんすか？ったらこの子をシュパーフに乗せないっていうの。あー、でかいもんな。たく腹立つあいつ。どう考えても無理だと思うけど。それじゃあ何、この子置いていけっていうの？いや、そんなつもりじゃ。やむをえん。シュパーフは諦めるぞ。どこか徒歩で渡れる浅瀬を探す。了解です、隊長。それ、すごい遠回りじゃないですか。道がなければ、切り開けばいい。そんな無茶な。さすがルチル隊長。道がなければ、切り開けばいい。ちょっと印象に残ってる言葉なんだ。ルチル隊長、元気かな。準備できたらシュパーフ使いに声かけてみな。シュパーフ乗るのがそんなに楽しいの？分かってねえな。でかい動物、それは男子永遠の憧れなのだ。な、シュパーフについて語ってもよいかな。シュパーフの生態についてはわからんことが多いんですわ。例えば、そう、食事ですな。シュパーフは何も食べやせん。鼻で川の水を吸い込むだけであの巨体を維持しとる。水中の小さな小さな生物を食べているという説もありますな。うん、だいたいこんなところですわ。乗る？じゃあ乗りなよ。シュパーフ出発。